うるるまま中水癌になったってよ。抗がん剤四クール目。マブダチのアドバイス。病院で同室だった50代の女性、通称マブダチ。おいちゃんがつけました。彼女も抗がん剤治療中ですが、食欲は落ちていません。アドバイス受けてみたらとおいちゃんが言うので聞いてみました。 治療中、食べたものを見ながら聞いてくださいね。私しかわからない、マブダチのモノマネです。抗がん剤3日目に少し気持ち悪くなるけど、普通に食べられるよ。糖尿だからさ、食べないと低血糖になるのも怖いんだよね。さすがにカレーは入ったね。レジの仕事も休んでないよ。私とは逆の。 7 0キロぐらいありそうな体で学生時代は運動部所属体力があるのも私と逆マブたちの言う通り普段通りの食事をとりましたおかゆでなくご飯、がっつりめのメニューすると2日目まで犬の散歩もこなせるほど動けたんです前はできませんでした3日目の夜からまたも吐き気が激しくなりました もうそれ以降5日目まで普通食は食べられなかったです。胃酸がこみ上げて咳が出て、咳をすると胃が踊るんです。触るとビヨンビヨン動いているのがわかるの。そして吐く、そんな感じでした。とはいえ、マブダチのおかげでスタートダッシュがよく感謝しています。おいちゃんがマブダチというたびに、そんな仲良くないから、 おいちゃんいく戦友は一生もんって言って生死をかけた友は一生もんなんだよ。がんもそうだよ。生死をかける病気と戦う仲間は戦友と同じだよ。と教えてくれました。マブダチもツイッターのがんの仲間も戦友。みんな戦っているもの。最後まで見てくれてありがとう。 さっき弟から恐れ山のお守りを買ったから住所を教えてと LINE が来ました。実家から恐れ山はすごく遠いんです。嬉しいです。写真も見たいって返信したら怖いから取ってきてない。名字はと聞かれました。再婚して2年以上知らなかったのか。